今回ペイントするキットはこちら、ウォーハンマー 40K インペリウムよりプライマリスレフテナントです。まずはペイント前の状態を見ていきましょう。造形に関しては装飾品が多めで、ポーズはどっしり構えていて、素直にヒロイックでかっこいい印象を受けます。ペイントに関しては頭頂部のラインがフリーハンドだったり、布の部分があったりと、まあ、ちょっと頑張らなきゃいけないかなという印象は受けます。では早速下地のペイントから始めていきましょう。まずはシールドとベース以外の部分を真っ青にしていきます。バルフォサーフェイスプライマーのウルトラマリンを吹いた後に、下地からはベースシリーズのマクラーグブルーを吹きます。まあ本来マクラグブルーっていうこの色になればいいので、こんなまどろっこしいことしないで下ディルから出てるスプレーのサフを吹くのが一番手っ取り早いです。ただスプレーっていうこともあって結構匂いがするみたいなんで、うちは子供がいたりペットがいたりするんでこっちを選択します。あと当然ベースシリーズのマクラグブルーは筆塗り用の塗料なんで、エアブラシじゃ直接吹けないんで、アクリルシンナーで希釈して吹きます。私はスケール75のアクリルシンナーを使ってるんですけど、これは別にファレホでも大丈夫と思います。どの塗料もよく振って使いましょう。はい、ファレホの青サフ吹き終わるとこんな感じで、ちょっと紫っぽい青になります。はい、マクラーグブルー吹き終わりました。ちょっとさっきと何が違うのって感じなんですけど、やっぱこの色吹きつけるとこれぞスペースマリーンって感じになりますね。シールドに吹くのはこちら、ファレホサーフェイスプライマーのグレーを吹いた後に、下地からベースシリーズのコラックスホワイトを薄めて吹きます。バレホのグレーサフを吹き終わるとこのような感じになります、まあ、画面で見るとほぼ真っ白ですね。希釈なしで吹いたんですけど、粒子の感じとかもめっちゃいいですね。同じ要領でコラクソホワイト吹いたんですけど、いや画面じゃ一切違いわかんないですね。ベースに吹くのはこちら、ファレホサーフェイスプライマーのブラックです。はい、ベースのブラックも吹き終わりました。少し表面がマットな感じになるんで、プラスチック感というか安っぽさがなくなって、ぐっとかっこよくなったと思います。ということで下地塗装が終わったんで、ここから筆塗りに移っていきます。一旦筆塗りに移る前に組み立ててみました。いや、かっこいいですよね。人によってはこの段階でもう完成でいいって感じる人もいるかもしれないですね。艶消しで色入っただけで、このモールドのびっしりさが引き立ちますからね。まあこの動画では当たり前にこの先もやっていきます。まずはこちら、下ディルカラーベースシリーズのカルドールスカイを使って全身の青にドライブラシをしていきます。こちらの塗料もよく振ります。ここで使う筆はこちらの2本で、アーティソーパスの S サイズと XS、 筆の幅はだいたい 5mm と 2mm ですね。ここで使うドライブラシは毛量が多くて、毛が柔らかくてそれなりにコシがあるやつがいいですね。紙パレットの上に少量出して、筆先に軽くつけて、四つ折りにしたキッチンペーパーの上で水気をよく落として、青い鎧の出っ張ってるところに軽いタッチで筆先を当てていきます。もう本当にサッ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 サって感じですね。最初は色が乗ってるか乗ってないか分かんないぐらいでいいと思います。こういう角張ってるというかエッジかかってる部分とか、あとこの肩の丸の頂点とかですね、こういうところに優しく何度も当てていきます。ちなみに今やってるのはシタデルでいうところのエッジハイライト入れと曲面の色のグラデーションをお手軽に表現するためにやっていて、なのでドライブラシの筆目がしっかり見えてしまうと、ちょっと本来得たい効果が得られないというか、擦れた感じで別の表現になってしまうんで、しっかり筆の水分を落として慎重に何度も重ねていきましょう。ここの足のアーマーとかやるとかなり効果的なんじゃないですかね。地味でめんどくさい作業ではあるんですけど、グラデ塗装するよりは初心者でもとっつきやすい方法だと思います。このつま先の部分ちょっと見てほしいんですけど、これ光の反射でこうなってるんじゃなくて、ドライブラシで今この色になったんですよ。結構表現としてかっこよくないですかね。こんな感じで青い鎧の部分は自分の好みの色になるまでドライブラシを当てていきます。はい、カレドールスカイによるドライブラシ完了しました。バックパックとか分かりやすいかな、ちょっと立体感増した気がしますよね。ヘルメットのこのシュっていうラインのとことか、あとこの丸い部分は頂点が明るくなってるんで結構効果的なんじゃないかなと思います。
続いてはこちらレイヤーシリーズのカルガーブルーを使ってまたドライブラシをしていきます。やり方は基本的に先ほどと同じなんですけど、先ほどよりもよりしっかりめに水気を取って、本当にエッジの部分やこういう肩の丸いところも本当により頂点の部分だけに軽く当てる感じで色をのせていきます。ちょっとライトグレーっぽいブルーなんで、やりすぎて明るくならないようによりハイライトの仕上げっていうイメージで筆先を当てていきましょう。はい、カルガーブルー塗り終わりました。どうですかね、この角度とかから見たら分かりやすいですかね。だいぶハイライトっぽい部分とかエッジが強調されたんじゃないですかね。それではこれにて青の基本塗装は終了。次は関節などの黒い部分を仕立てるカラーベースシリーズのアバドンブラックを使って塗っていきます。こちらもよく振って使いましょう。使用する筆はこちら、タミヤモデリングブラシ HG 面相筆の極細と、こんな補正筆じゃラチが開かねえよっていう部分はウィンザー&ニュートンの3番。ちなみに私はシタデルのポットから塗料を取る際はこういったシリコンブラシを使ってます。ウェットパレットの上に少量出して、水を染み込ませた筆で軽く伸ばして塗っていきます。濃い色なんで一発でガッて乗るんですけど、一度に乗せすぎない方が塗面が荒れづらいので、塗って乾燥させてまた塗るっていうのを、まあ3回ぐらいやるつもりでやっていきます。それなりに薄めて2回ぐらいの重ねでもこんな感じでほぼほぼ黒いんですけどね。はい、関節部分アバドンブラックで塗り終わりました。バシッと綺麗な真っ黒になったんじゃないでしょうか。この辺のちょっとはみ出してる部分とかも、さっき使ったベースカラーのマクラーグブルーで少しだけシュッてやるだけで全然綺麗になると思うんで、少しのはみ出しなら全然問題ありません。続いては蛇腹の山になってる部分に、仕立てるカラーレイヤーシリーズのエッシングレイを使ってレイヤリングをしていきましょう。パレットに出す工程まで全く一緒です。こういう山になってる部分をスッとなぞっていく感じですね。ちょっと見た目的に難しそうですけど、全然修正は効きます。ここの谷の部分に塗りたくないのに色乗っちゃった時とかは、薄めたアバドンブラックでシュッてやれば全然そこの色黒に戻ってくれるんで、全部の蛇腹に同様の色を乗せていきましょう。はい、蛇腹のレイヤリング完了しました。この作業は結局光の反射を大げさに入れるっていう作業なんで、こっちの端っこには色乗せてなくて、こちらもここで終わってます。蛇腹のレイヤリング初めてやってみたんですけど、結構見栄え良くなりますね。それでは続いて武器の銃をこちら、シタデルカラーベースシリーズのコルバスブラックを使って塗っていきます。こちらも他の色と使い方は全く一緒です。ちなみにこのコルバスブラックはブラックといっても、どっちかっていうとグレーに近い感じのブラックで、全然指定色とかではないんですけど、写真で見ると真っ黒って感じでもなかったんで、今回はこちらの色をチョイスしました。ただアバドンブラックよりもちょっと隠蔽力が低めで扱いが難しい感はあるかもしれません。まあそれでも黒なんでそんな難しいってこともないんですけどね。じゃあこんな感じでバシバシ塗っていきましょう。はい、コルバスブラック塗り終わりました。ちょっとグレーっぽさあるということで、通常の黒よりもどぎつくなくて、これもほんといい色だと思います。ちなみにこの手のミニチュアには塗り順のセオリーみたいなのがあって、それが奥まったところから塗っていくっていうもんなんですけど、それをすることではみ出しづらかったり修正がしやすかったりするんですよね。まあただ今こんな全然奥まってないところから塗ってセオリーガン無視してたんで、これからはそういうのもちょっとだけ意識しながら塗っていきたいなと思います。ということで続いての色はこちら、シタデルカラーベースシリーズのモルガストボーンを使ってこういった布状の部分を塗っていきたいと思います。モルガストボーンっていう名前の通り、骨とかを塗るのに適したカラーだと思うんですけど、全然こういうところで使ってかっこいい色だと思います。この段階では青い部分にだけはみ出さないように気をつけながら塗っていきましょう。他のところはどうせ別の色で塗り重ねますしね。これも伸びが良くて、かなり気持ちよく塗ることができる
カラーですね。ただ今これ見てもらって分かる通り、それなりに薄めると一回じゃ全然発色しないんで、また乾いては重ねてを繰り返していきます。まあ多分3回から5回かな。一部だけぼってりなったりしないように薄く伸ばしながら塗っていきましょう。はい、モルガストボーン塗り終わるとこんな感じ。それなりに面積広い場所なんで、この色入ると出来上がりのイメージが少しだけ見えてきますね。だんだん楽しくなってくる。ちなみに塗り重ねた回数は4から6回で、シールドの方は元が白だったんで、まあ3回から4回ぐらいですかね。続いてはベルトやホルスターの皮みたいな部分を、シタデルカラーベースシリーズのモーンファングブラウンで塗っていきます。一色塗って皮っぽくしたい場合はライノックスハイドとかの方がそれっぽくなるんですけど、今回はこれの上にコントラストカラーを塗って質感出していこうかなと思ってるんで、ちょっと色味がライトめのモーンファングブラウンを使っていきます。使い方は先ほどと全く同じです。薄めといってもモルガストボーンよりは色味が濃いので、さすがに3回から4回ぐらい塗り重ねれば完全発色してくれるんじゃないでしょうか。こういう後ろの小物類とかもですね。うん、イソを塗っただけでこんな感じなんで、さすがにモルガストボーンの時よりは発色早そう。ということでこちらも綺麗に発色するまで塗り重ねていきましょう。はい、モーンファングブラウン塗り終わりました。3から5回でほぼ完全発色したと思います。かなりライトめなブラウンなんですけど、この時点ではこれで OK。 続いてはシタデルカラーベースシリーズのレッドベルチャーを使ってシルバーを塗っていきます。メタリック塗料なので粒子が下に固まりやすいので、攪拌の際はよく振りましょう。やっぱメタリックカラーっていいですよね。まあ、ちょっとわけわかんないと思うんですけど、メタリックカラーじゃないと取れない栄養素があるというか、これでしか味わえない楽しさがあるんですよね。この色はあまり水分を加えずに、まあだいたい2回から3回重ねて完全発色を目指していく感じになると思います。そう、ここのホルスターの塗り分けとかね、ここをやるだけでもういきなり見違えるほどかっこよくなるんで、塗っててかなり楽しいところだと思います。こんな感じでバシバシ塗っていきましょう。はい、レッドベルチャー塗り終わりました。いや、やっぱり塗るとテンション上がりますね。どうです、この金属光沢感。やっぱこの角度変えた時にキラッとするのが、メタリック塗料は単体でも表情あるんでいいですよね。続いてはこちらシタデルカラーベースシリーズのリトリビューターアーマーを使って金色の部分を塗っていきます。これもテンションが上がる系の塗料ですね。もうゴールドといえばリトリビューターアーマー塗っときゃいいみたいな、ちょっと依存性すら感じちゃう使い勝手の良さと仕上がりのかっこよさがこのカラーにはあるんですよね。シタデルでおすすめの塗料ありますかって言われたら、確実に5本の指には入りますもんね。ほんのり高いんですけど、もしこの動画見ててまだ持ってない方いらっしゃったら、もうぜひ試してみてほしいですね。ちなみにこのカラーもタッチの加減によりますが、2回から4回ぐらいの重ね塗りで完全発色すると思います。伸びも発色も定着もいいんですよね。あと粒子感もちょうどいい。それではこんな感じでバシバシ塗っていきましょう。はい、リトリビューターアーマー塗り終わってこんな感じになりました。エンブレムやアクセサリーだけじゃなくて、肩とか膝の縁に入ってるので一気に引き締まった印象になりましたね。地味にシールドが面積多くてめっちゃ大変でしたね。なんだかんだで全体的に3回から4回塗り重ねました。一般的なスペースマリンというか、左のアサルトインターセッサーだと胸と肩とその他一部ぐらいしか、まあ、ゴールドって使ってないんですけど、レフテナントの場合はシールドとか装飾品に結構使ってるんで、かなり時間かかっちゃいましたね。続いては胸やシールドについている花なのかな、この丸い部分を
下地カラーベースシリーズのスクリーマーピンクで塗っていきます。あんまりウォーハンマー始めるまでピンクって使ったことなかったんですけど、実は案外使う機会多くて、まあピンクって言ってもかなりくすんでる感じの色なんですけど、こういうアクセントの装飾品に使う他に、こういう剣のグリップですね、ここに登場すること結構多いかな。もちろん黒とか茶とかでも全然かっこいいんですけど、黒は関節で使ってますし、茶色は鞘で使ってるんで、アクセントとして入れてかっこいい色の中に赤と並ぶぐらい選択肢に入ってくるんじゃないかなと個人的には思ってます。まあこれもムラにならないように綺麗に 3,4 回塗り重ねていきましょう。はい、スクリーマーピンク塗り終わりました。どうでしょう、こんな感じの色になります。一般的に想像するピンクとは結構違いますよね。まあかなりダークで紫っぽいというか、本当にくすみカラーって感じ。この剣の持ち手とかもそうですけど、かなり雰囲気いいですよね。地味に持っていたら結構活躍する色だと思います。続いてはちょっと難しめの箇所であるこちら、頭頂部のラインの部分を下テルカラーベースシリーズのコラックスホワイトと同じく下テルカラーベースシリーズのメフィストンレッドを使って塗っていきます。コラックスホワイトはシールドにも使ったちょっとグレー味のかかった白で、メフィストンレッドは本当これぞ赤っていう感じの赤色ですね。ちょっとくすみ系でダークめの赤が好きな人はこっちのコーンレッドを使うのもありだと思います。まずはコラックスホワイトから塗っていきます。すいません、ちょっと動画回さないで最初のタッチやっちゃったんですけど、まあ一応やり方としてはこの上のトサカの縁の方を塗っていって、それを額の方まで延長していくといった感じで塗っていきます。こうやって見てもらって分かる通り、右と左でラインがずれちゃってるんですけど、まあこの辺りはコラックスホワイトを塗り終わった後にマクラグブルーでライン修正していきたいと思います。こういういわゆるフリーハンド部分ってめっちゃ緊張しますが、まあ後々修正できないっていう部分でもないので慎重にはやりますが、気負いすぎずに塗っていきたいと思います。まあただ他の色に比べると希釈の加減が若干シビアな色だったりするので、濃すぎてぼってりになったりしないように気をつけながら進めていきます。はい、コラックスホワイト塗り終わりました。結構思いっきり白がはみ出しちゃって、それをマクラーグブルーで修正したラインががっつり見えちゃってますね。これは修正するか仕上がるまで放っておくかはちょっと出来上がり見て考えようかなって思います。なんかこのままでもいい気がしますしね。もうこれ 2,3 回重ね塗りしてる状態なんですけど、本当にこのメフィストンレッドって色は割と明るめの赤なのにガンガン色乗ってくれるから、そこは楽しいですね。ただやっぱこのフリーハンドのライン引きっていうのが私個人としても結構むずいなって思うんで、初めて塗装する人とかはいっそのことやらないっていうのも選択肢としてありなんじゃないかなと思います。まあこういうのはどこまで設定通りやりたいかみたいなところがありますしね。ということでこんな感じで額の方もやっていきます。はい、頭部のラインの塗装完了しました。ついでに瞳と額のドクロもレッドベルチャーで塗ってあります。まあこのサイズにしてはそれなりの精度でペイントできたんじゃないかなと思います。ウォーハンマーの塗装は楽しいけど、しばらくの間ここはやりたくないな。あと右肩と背中のドクロと輪っかのレリーフも今の2色を使って塗っていきます。続いては下テルカラーベースシリーズのルーンロードブラスを使ってベースについているネクロンウォリアーの頭にドライブラシをしていきましょう。ドライブラシのやり方は本体にやったのと全く同じです。軽いタッチで筆先を当てていくと、水気あんまり取らないと色がベタッと乗っちゃうんで、それだけ気をつけながら自分の好みの色になるまで筆を当てていきましょう。はい、仕上がるとこんな感じ、いい感じの存在感になったと思います。ということで基本的な塗り分けが完了しました。どうでしょう、はみ出し修正もしたんでこれはこれで清潔感があるんで、ここで完成にするっていうのも一個の選択肢ですよね。ただ今回はウォーハンマーらしく、ここからシェードやコントラストを使って色に深みとか質感とかをプラスしていこうと思います。
まあある意味ウォーハンマーペイントの醍醐味ですからね。まずは仕立てるカラーテクニカルシリーズのアストログラナイトを使ってベースデコレートをしていきます。こちらも一応よく振って開けて、この工程ではセリアで売ってた瞬間接着剤用のハケを使って作業していきます。これ結構安くて使いやすいんですよね。このように取ってネクロンウォリアーの頭とレフテナントを取り付ける穴につかないようにサガサッと塗り広げていきます。盛り付ける厚みに関しては好き好みあると思うんですけど、私の場合個人的にちょっと厚塗りすると仕上がりが湿気を含んだみたいになってあんまり好きじゃないんで、結構薄く塗り広げてる感じですね。この辺は完全に好き好みだと思います。ちょっとしっとりした仕上がりが好きとかいう人も絶対いるとは思いますしね。ただ全く凹凸がないのもどうかと思ったんで、薄いながらもちょっとだけデコボコさせております。それじゃあこれで乾燥を待ちましょう。アストログラナイトが乾燥するとこんな感じ。いい感じのザリザリした質感になりましたね。このままでもいいんですけど、ちょっと凹凸を強調したいんで、仕立てるカラーシェードシリーズのナルンオイルを使ってウォッシングしていきます。これは希釈をしないで使っていきます。あと今回はこういった幅の広いブラシを使っていきます。面積が広いですからね。お好みの色の濃さになるまでバシャバシャ塗っていきましょう。転がってるネクロンウォリアーの頭には同じく仕立てるカラーシェードシリーズのアグラックスアッシュシェードを使って同様に塗っていきます。これでこの頭にもさらに深みが出ることでしょう。はい、アグラックスアッシュシェードを塗るとこんな感じ。続いては先ほどナルンオイルを塗った面に仕立てるカラーレイヤーシリーズのアドミニストラトムグレイを使ってドライブラシをしていきましょう。ナルンオイルを使ったことで全体的に色が暗くなってしまったんで、凹凸の凸の部分だけを明るくしていこうっていう作戦ですね。軽いタッチで気が済むまでバシバシ明るいグレーをのせていきましょう。はい、ドライブラシが完了するとこんな感じ。いい感じに立体感出たんじゃないでしょうか。ということでベースはこれにて完了。続いては仕立てるカラーコントラストシリーズのサイゴールブラウンを使ってベルトやホルスターを塗っていきます。普通は左みたいな容器に入ってるんですけど、私は個人的に右みたいな点眼容器が気に入ってるんで、そっちに移し替えて使ってます。こちらもよく振って、今回はこちらのアクリルリターダーを使って希釈していきます。ちょっと邪道な方法ではあるんですけど、個人的に乾燥を少し遅らせた方がなんか仕上がりをコントロールしやすいなって思うんで、少量加えて使っていきたいと思います。サイゴールブラウン一滴に対してリターダーは 0.5 ぐらいがいいっすね。混ぜすぎるとコントロールはしやすくなるけど、その色っぽさがちょっと失われちゃうんで、そこは好みによって変えるって感じですかね。それを少量筆に含ませて乾燥しないうちに手早く塗っていきます。ほんとパパッと手早く塗らないと汚くなっちゃうんで、あまりカメラを気にしている余裕がない。こんな感じで全体的にバシャバシャとブラウンのとこに塗っていきましょう。はい、仕上がるとこんな感じ。後ろのアイテム系の方が分かりやすいかな。ちょっと革っぽい雰囲気になったんじゃないでしょうか。そしたら次はこの布状の部分を仕立てるカラーコントラストシリーズのゲルマンフレッシュに同じくアクリルリターダーを足したもので塗っていきます。使い方はサイゴールブラウンと全く同じです。こちらも手早くバシャバシャと塗っていきましょう。ゲルマンフレッシュが乾くとこんな感じ。割とうるさすぎずに綺麗な感じの影として入ってくれたんじゃないでしょうか。このシールドのヒラヒラしてるところとかものっぺりした感じなくなっていいですよね。ここから凹凸の凸の部分に明るい色を足して陰影表現するっていう方法があるんですけど、今回はこれはこれで綺麗めになったんで、このまま行こうと思います。続いては仕立てるカラーシェードシリーズのドラッケンホフナイトシェードを使って青い部分にリセスシェードをしていきましょう。リセスシェードっていうのは、例えば肩のこの金と青の段差の部分とか、バックパックとかだったら分かりやすいな、ここの溝になってる部分とかですね、そういうところにだけシェードを塗っていく方法になります。
なのでさっきのローブの部分みたいにザバザバって全体的にやるんじゃなくて、明るいところは残しながらやるっていう方法になりますね。まあ失敗しても周りに明るい色を入れ直せばいいだけなんで、まあそんなにものすごい緊張してやらなくてもいいんじゃないかなとは思います。そうそう、こういう膝の墨入れしてくれって感じの溝のとことかね、まあ当然はみ出さない方がいいんで、ある程度は慎重にやっていきます。たださっきのローブのとこみたいに作業の速さをすごい要求されるって感じじゃないんで、そういう意味では気軽にできて楽しい作業だと思います。はい、ドラッケンホフナイトシェード塗り終わるとこんな感じ。どうでしょう、伝わるかな。肉眼だと結構わかるんですけど、腕の内側とか、あと背面だな、背面はめっちゃわかると思います。なんか墨入れ的なのが入ったことで、よりモールドの境目がはっきりしてパキッと見えるようになったんじゃないでしょうか。続いてはレイクランドフレッシュシェードを使ってゴールドの部分にシェードを入れていきます。使い方は他のと全く一緒です。この胸のゴールドのところとかはね、グッと落ち着いた印象になるんで、効果分かりやすくてテンション上がる箇所ですよね。あとさっきはリセスシェードって言って、モデルの溝とか段差だけに塗っていくタイプのシェードだったんですけど、今回はオーバーシェードって言って一箇所じゃなくて全体的に塗っていくタイプのシェード方法となります。全体に塗っていくことで色味の変化というか、今回はゴールドを落ち着かせたり、ちょっと色に深みを足してくれるような効果があります。さっきホルスターとかローブにあったのと同じですね。見ていただいて分かる通り、この胸のとこと肩のところもうすでにかなり色が違うのが分かるんじゃないでしょうか。あとこのシールドなんかもやる面積多いからめっちゃ効果ありそうっすよね。はい、レイクランドフレッシュシェード塗り終わりました。ご覧の通りツヤ落ち着いたんですけど、地味すぎないでゴージャスな雰囲気になってるんじゃないでしょうか。続いては剣の絵や装飾品の花の部分にシェードシリーズのドゥルーチバイオレットを使ってオーバーシェードをして、レイヤーシリーズのピンクホラーでレイヤリングしていきたいと思います。ピンクとか赤の影に紫を使うことがあるなんて、ウォーハンマー始めるまで全然知りませんでしたね。やっぱり溝のとこに色入るとかっこいいっすね。一応今回は筆で描いていく方向でレイヤリングはするんですけど、全然細かめのドライブラシなんかを使ってもいいんじゃないかなって思います。ちょっと全体の雰囲気を見て、うるさくなりすぎないように気をつけながら少しずつ色をのせていきます。はい、ピンク部分のレイヤリングまで完了しました。やっぱり引きで見た時もこの辺に情報量増えたなって感じしますね。シールドのところもいい感じになったと思います。シルバーで仕上げる部分は仕立てるカラーコントラストシリーズのブラックテンプラーとアクリルシンナーを1対2で希釈したものを使ってシェードをしていきます。もちろん普通に黒いシェードを使ってもいいんですけど、こっちの方が黒の色味を調整できるっていうのと、艶消し剤っぽいのがあんまり入ってないんで、そういうところも個人的に気に入ってます。ブラックテンプラー塗り終わるとこんな感じ。重厚感出ましたね。そしたら全く同じ希釈方法でコントラストカラーのグリフハンドオレンジを使って、雨季のここはよくわかんないけど出っ張りの部分をポーンと塗っていきます。ここはがっつりじゃなくてほんのりでいいですね。次も全く同じ方法でコントラストのフレッシュテアラレッドを雨季のここの部分に塗っていきます。結構それっぽくなったんじゃないでしょうか。やっぱりメタリックの上にコントラストはいいですね。そしたら次はこのちょん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 って4つの丸のところにさっきも使ったベースカラーのコラックスホワイトをちょんちょんと乗せていって、そこにコントラストのテラドンターコイズとタラサールブルーを1対1で混ぜたものを塗っていきます。これでかなり緑みがかった青を表現することができるんじゃないでしょうか。
ちょっと色濃すぎたかな。まあかっこいいのでこれはこれで良しとしましょう。シールド裏のこのちょこちょこついてる部分にも同じように乗せていきましょう。これはだいぶ雰囲気あるけどお手軽でかっこいいんじゃないですかね。すっかり忘れてたんですけど、肩と背中のドクロの部分にはコントラストのバシリカニムグレーをコントラストメディウムで希釈したもので影を入れていきます。メディウム2対カラーが1ぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうか。最後瞳の部分はこちら、テクニカルシリーズのスピリットストーンレッドを使っていきます。こちらは希釈なしで大丈夫ですね。はみ出さないように気をつけながら塗っていきます。下地のメタリック感が生きてていい感じなんじゃないでしょうか。はい、ということで基本塗装が全て完了しましたので、ここからは仕上げに移っていきましょう。インペリウムの相関号にはデカールが付属していなくて、ここのプレートに柄がないので適当なデカールを貼っておこうと思います。使用するのはこちら、バンダイさんから発売している30ミスシスターズの水転写式デカール、クレオさんから出ているマークセッターとマークソフター、あと同じくクレオさんから発売しているミスター綿棒。まずは使う部分だけを切り出して、これを数十秒水につけます。そしたらキッチンペーパーの上に引き上げて、マークセッターを塗った面の上に乗せます。そして湿らせた綿棒で位置調整、少しだけ上から軟化剤を塗って、一応念のためのシルバリング防止っていう感じですよね。上から最後コロコロと水を吸って位置決定と。はい、デカール貼り完了しました。すぐにトップコートしたいところなんですけど、結構デカールってしっかり水分が抜けるまで時間かかるっていうんで、湿度 35% ぐらいで丸1日ぐらい放置しておこうと思います。トップコートに使うのはこちら、ファレホメカバーニッシュのサテンバーニッシュですね。こちらを使って半光沢仕上げにしていきます。これを拭き終わったらペイントは終了ですので、撮影スペースに移動して完成品を見ていきましょう。はい、ということでプライマリスレフテナント完成しました。正面、側面、反対側面、背面から見るとこんな感じで、正面に戻ってこのようになっております。いかがでしょうか。シンプルながら清潔感のある仕上がりになってくれたんじゃないかなと思います。頭頂部のフリーハンドのラインやデカール初挑戦ということもあって、個人的にはチャレンジもあったんですけど、割と納得できる形になってくれて満足しています。もちろんここからエッジハイライトやもっとレベルの高いグラデーションを追加してったり、逆に全部の色を綺麗なベタ塗りで終わらせてもっとシンプルな仕上がりにしたりとか、人によっていろんな着地点あると思うんですけど、これから皆さんがペイントするスペースマリン系の少しでも参考になれば嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。